ダイソー vs スギコインズ水やり便宜アイテム対決。今日はこちらに持ってきたウォーターライフボール、ガラスの水やりです。こちらがスギコイン再入荷を待ってやっと買えました。こちらは1つ330円でした。こちら今回なんとダイソーさんがね発売したんですよ。お値段は550円です。2つ比べると大きさがねやっぱりこっちが大きいですよね。だからお値段高かったのかしら。こちらの2つを今日はね使い比べをしてみようと思います。大きさの違いは並べるとこんな感じです。水量はスギコが 64cc、 ダイソーが 96cc で3対2でダイソーの量が多いです。あとねこの管の切り口、ダイソーの方は斜めですがスギコインの方はまっすぐ、そしてちょっとつぼまっています。それからこの管の太さ、デザインもね、こちらここ太くてスーッと細いですよね。こちらは割と平行的な太さになっています。こういった形の違いも何か影響があるんでしょうか。では実際に土に刺してみましょう。水やりをして数日経ったモンステラの鉢です。両方ともすぐには水が落ちていきません。2日後、水の落ち方に大きな差はないみたいですが、容量の大きい方が補給が少なくて楽ですね。熊パンエンゲイ。